こんにちは、桜井音乃です。今日は私を知っていただくために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。なるべくたくさん答えられるように頑張ります。出身地のいいところを教えて。山と海があって自然たくさん。自分のチャームポイントはほくろです。周りからの評価を気にするタイプ、気にします。無人島に持っていくものは携帯。デートで行きたいところは、ディズニー。可愛く投げキッスしてみてください。特技は英語 の、 暗記です。暗記。集めているものはガチャガチャ の、 食品サンプルみたいなやつです。10年後の自分はどうなってると思いますか。今より綺麗になってると思います。睡眠欲、食欲、仕事欲、自分が一番強く求めているものは睡眠と仕事。はい。あ、いいじゃないですか。早い。終わった。あ、集めているものが本当にガチャガチャのこうちょっとリアルなチロルチョコとか、なんかそういうのがすごい好きで、あったらガチャガチャを回します。最近は裂けるチーズの新しいキーホルダーが出てて、回したら唐辛子味が出ました。持ってないんです。出なかったんです。なんかもうちょっと特技っているものを作れるように形になったので、また新しい特技を作りたいなと今思ってます。覚えてることしか本当にできない。自己紹介なら軽くできます。 Hi, I'm Otono Sakurai. I'm very honored to be here today. I'm... ちょっと待ってください。これはちょっと18歳の時の自己紹介なんです。20歳ってなんて言うんだっけな。あー、これハイスクールスチューデントに行かすと、あーもう、あ、これ合ってるのか分かんないけど、まあ、とりあえず言いますね。Hi, I'm Otono Sakurai. I'm very honored to be here today. I'm 20 years oldfrom the wonderful and beautiful prefecture of Shizuoka. One word that described me the best is open-minded. I love talking with new people and making new friends. I would be proud to share with the rest of the world how truly great Japan is. Thank you for listening. そうです。全然喋れないです。はい、暗記が本当に得意なんです。はい、いかがだったでしょうか。私のことを1分間で知っていただけたかなと思います。では、桜井音乃でした。バイバーイ。システムシャットダウン。